内山高鐘楼指定所正房現像院母第2回昭和58年3月19日今日五条総選寺にて収録。テキストの236ページ上の段の最後の行第17代の祖師第17代の祖師宗家南大尊者ちなみに茅沙汰これ奉仕なりある時殿にかけてある霊卓の風に吹かれて鳴るを聞いて茅沙汰にと風の鳴るとやせん霊の鳴るとやせん茅沙汰猛作風の命にあらず我心の命なり宗家南大尊者心はまた何ぞや茅沙汰猛作共に逆上なるがゆえ宗家南大尊者曰く全在全在我が道を継ぐべきこと死にあらずよりは垂れぞやついに昭法現像を伝布するこれは風の命にあらざるところに我心命を学す霊のなるにあらざる時我心命を学す我心命はたとえ陰謀なりといえども愚弱情なり祭典より当地に伝われ古代より今日に至るまでこの因縁を学道の標準とせるに誤る類王子茅沙汰の同種する風のなるにあらず霊のなるにあらず真のなるなりというは能門の陰文字の小刀に年季ありこの年季を真というこの信念もしなくばいかでか名教を演前この念によりて門を上ずるによりて門の根本と言いぬべきによりて真のなるというなりこれは邪気なり少子の力を得ざるによりて格のごとし例えば絵手林音の論理の尺のごとし格のごとくなるは仏道の厳格にあらずシカールを仏道の敵士に学士来たれるには五条菩提昭法現像これを弱情といい無意といい三昧といいだらにという道理は一方わずかに弱情なれば万法ともに弱情なる風水弱情なれば霊明弱情なりこのゆえに愚弱情というなり神明は風明にあらず神明は霊明にあらず神明は神明にあらずと同種するなり親切の陰もなるを求弁せんよりはさらにただ言うべし風明なり霊明なり水明なり霊明なりとも言うべし何ぞ陰文字を憂えんのゆえに陰もあるにあらず何ぞ陰文字に変わらんなるによりて陰もなるなり第33祖大観禅寺未剃髪の時広州宝生寺に祝するに二層ありて総論するに一層曰く万の道ずるなり一層曰く風の道ずるなり格のごとく総論往来して休結せざるに六祖曰く風道にあらず万道にあらず人者神道なり味噌を聞いて速やかに真実この二層は祭典より来たれりけるなりしかあればすなわちこの道弱は風も万も道も共に真にてあると六祖は同種するなり
まさに今六祖の道を聞くといえども、六祖の道を知らず、いわんや六祖の道徳を道主することを縁やないとしてか因も言う。いわゆる人者心道の道を聞いて、すなわち人者心道と言わんとしては、人者心道と道主するは六祖を見ず六祖を知らず、六祖の法尊にあらざるなり。今六祖の自尊として六祖の道を道主し、六祖の身体八部を得て道主するには因も言うべきなり。いわゆる人者心道はさもあらばある、さらに人者道と言うべし、何としてか因も言う。いわゆる道者道なるがゆえに、人者人なるによりてなり。すでにこれ因も人なるがゆえに、因も道なり、まあ、そこまで返事え第十式代の祖師宗家南大尊者、ちなみに返さたこれ法師なり。ある時殿にかけてある霊卓の風に吹かれて鳴るを聞いて、まあお寺の大きなお寺のその堂のところを風鈴みたい、風鈴って言っても聖堂かなんかできてるんでしょうか、そういうのは吊り下がってますね、あれですね。でそれが霊卓が風に吹かれてガランガランってなってる。そしたらかやしゃたにすと、風の鳴るとやせん、霊の鳴るとやせん、風が鳴ってんだろうか、その霊が鳴ってんだろうかって。そうしたらばかやしゃたもうさく、風の命にあらず我心の命なり。風が鳴ってるんでもない、この我心の命だっていうね、その心が鳴ってんだって。で、かやしゃた毛作、宗家南大尊者いわく、心はまた何ぞや、この心が問題だもの。けど一体この心が鳴ってるって言っても、一体何を心というか、で心はまた何ぞやって。そしたらかやしゃた毛作、共に弱情なるがゆえに。そうしたら宗家南大尊者いわく、全在全在我が道を継ぐべきこと、死にあらずよりは誰ぞやと、ついに消防現像を伝播するっていうね、この、心が鳴ってるって言って、その心は何だって言ったら、その共に逆上だと言ったんですね。そしたらバカにその答えが素晴らしいって言うんで、そしてこのかやしゃたに法を譲ったって言うんだけどね、それが真が共に逆上なるが言えにって、それほど素晴らしい答えなんだろうかって、分からないからつまらないのね。ところがこれ本当はその素晴らしいところをよく分からなくちゃしょうがない。これは風の命にあらざるところに我心命を学す、その大体はね、この消防現像いつも言いますがね、私がいつも言う生命の実物ですね。この生命の実物をいかに伝えたいかっていうんで、いろいろに言われてるんですね。で、ところはその生命の実物って、本当は何とも言えないもの。それで言葉で言ったら、生命の実物って私が言うけれど、その実物っていう言葉じゃないんだからね。そうすると生命の実物っていう言葉で私が何を表現して何を言おうとしているかって、これが
伝わらなかったんだ。この普通は言葉が伝わるものと思ってるけど、そう伝わらないんだ。それで道元禅師、まあいろいろに言われてるわけですね。そしてこの正法眼蔵では全巻そうだと思う。で今ここではそれを陰謀って言う。陰謀っていうのはこの前も言うように、そのあれですね、私がいつも言う生命の実物をズバリその陰謀っていうの、あれって、あのあれって言ってね、あのあれでもってそのあれがねって言って、何言ってんのかと思ったら、最後のパサパサして、あれがねって言って、のこうそのあれっていう言葉で何を言おうとしてるのかっていうことね。それでこれこの次にやりたいと思ってるのは仏性の巻だけど、この仏性の巻は何者かこれ陰もらいの道天宝林なりて出てくるからね。そうするとやっぱりこの生命の実物を仏性って言ってるんだ。それでそのたった一つのね生命の実物、それが正法ですね。その正法源、それを深めていくっていうのは像の世界だ、正法現像のね。それでだからこれたった一つのこと言ってるけれど、これ本気になって読んでいくことによってだんだん深まっていく世界がここにあるんでね。それで、このこれは風の名にあらだるところに我心名を学す。結局ね、その風が鳴ってるっていう、それを我々が風が鳴ってるって耳、我々の耳あたりで聞いてるか、あるいはこの、風が鳴っている、それから私がそれを聞いている、それの分かれる以前の生命の実物の地盤で聞いてるかってね、そこが違うわね。その普通は風が鳴ってるって言うと、もうフューフューで、あれですね、宇治川めり、私がいつも歩いてると、こう川のところにこう出てるあれがある橋みたいなの、そこに子供が行くといけないもんだから、こうトゲ出してるね。そうするとそれが風に当たるとヒューッて来たらものすごい音出す。あれであれ風が鳴ってると思ってるけれど、だけれどもその我々ただ耳で聞いてる鳴ってんのか、あるいはね、この私と風とって別れる以前 その私と風とって別れてから後の話じゃないんですよ、仏法の話はね。どうせで別れる以前の二つが別れる以前の生命の実物が鳴ってるっていうね。そうすると鳴ってるって言っても鳴らぬ鳴らないっていうことも超えちゃうんだよね、二つに分かれる以前だからね。そうするとただ風水は風水って 言うようになる。で今これ全ては風水は風水、霊明は霊明、命名は命名って言うと、そういうようなこれ愚弱状だ、それで病んでんの。それでそのところが今、風の名にあらざるところに我心名を学す、霊の鳴るにあらざるところに我心名を学すって、これだから全てを生命の実物地盤として受け取る。いや山の、メートルっていうんでもあれですね、いろいろあるでしょ。その信州の山なんてほんのちょっとこうそこにある、5、600メートルの山でもね、地盤が、少なくとも700メートルから900メートルありますからね、軽井沢あたり900メートル、そうするとそこでもって200、300メートルの山でも1000メートル超えてるじゃない。それが例えばチベットなんかだと
大体が地盤が富士山のあれよりよっぽど高いんだから、そうするとちょっとあれしたっての、4、5000メートルっていうのはねことになるわけですね。でその点だから我々ただ感覚の地盤で聞いているか、あるいはその、生命の実物っていう水平線で聞いてるかっていう、 そこで違ってくる。それで我心明はたとえ陰もなりといえども、その我心明ってだからあのそのものズバリ生命の実物だ。これは二つに分かれる以前で、それは背筋一物即不中ってこの前も言ったでしょ。その一物を背筋せんとこれ何であるかって言いたくても、いやあの言ってみてもどれ何と言っても当たらないっていうね、そういうのは背筋一物即不中だ。それでそれだからの無弱情だ、何とも言えないっていう世界でね。でただそれがそれ、これだから結局 仏教の話としてはこれ諸法実相っていうことでもある。みんな仏教の話はね誰から何までね同じことを言ってんですよ。その同じことをいろんな言葉で言うから、そうすると随分その実物知らないやつは仏教教学ってすごく難しいと思うのね。ところが実物あれしたら生命の実物一つを言ってるんだ。で聖宝現像でもそう、聖宝現像でもあの故郷だ一家の名字だね、うん、まあいろんなことを言ってくるけれど、みんな一つのこと言ってる。で祭典より当地に伝われ古代より今日に至るまで、この因縁を学道の標準とせるに誤る類をし、この、宗家南大尊者とカヤシャータ尊者の、うん、あれですね、この問答ですね、その愚弱情なりって言ったこの問答をその学道の標準、あのその辺を一生懸命修行しなくちゃなんないっていうね。ところがみんな間違ってる人たちが多すぎるっていうことね。かやしゃたの同種する風のなるにあらず、霊のなるにあらず、真のなるないというは農門の陰森の小刀に年季あり、この年季を真という、この信念もしなくばいかでか名教を演ぜん、この念によりて門を上ずるによりて、門の根本と言いぬべきによりて真のなるというなり。まあ大変そう思ってね、あのみんながあの風が吹いてる、それを風が吹いて鈴が鳴ってる、どうして鳴ってんだって言うと、コロが鳴ってんだって言うと、あそうかって、ね、分かったようなことを言ってるけど、本当はそうじゃない。これね、例えばですね、うん、今風水っていうの、これまあ例えばね、いつも言いますけど、あのまあこの ABCD っていう人がいるとしたら、風の音を聞くって言ってもね、そのこれいつも私がコップの例を挙げて言いますね。コップ一つのコップ見るってんでも A は A だけしか見られない、コップ見てるわ。が B は B だけしか見られない、 B あのコップを見てる、これは今の場合風水だ。から C は C だけと、
B は D だけってこうこう。それから今度黎明という黎明の場合もこれ A は A だけ B は B だけ C は C だけ D は D だけってこういうもうそれだからこれで A も B も C も D もですねその風の効き方もそれから鈴の鳴り方もみんな別々のものを聞いてんだっていうことは分かるわ。だけどこれはねこの場合は感覚的な対応だ。感覚的にいろいろ違って受け取られてるってことですね。これは分かりますね。それに対して風水っていうのをねこれは一つ の, あの客観的にあるものとしてそして客観的な風水っていう概念だ。それから黎明は黎明でもって客観的概念それに対してこのこっちの方は主観的なんですね。主観的こっちはだから客観的だ客観的普通言えばこうです。それでね、こういう関係でだ。それで今感覚で受け取ってるその感覚的経験で受け取ってるねこれの通りにこの全ての客観があると言えばですねこれは感覚主義だ。それでそれに対して客観は客観のある通りに主観は受け取るんだとこうあれしら素朴的実在なんだ。そしてこれの例えば風水っていうのと黎明っていうのにこれどうせ縁に従ってなるんですからねこの縁はっていうとどうせ今のあれで自然科学の概念でいや因果律が支配してる世界だもん。こういう一つのどれだけの風の強さが鳴ったか吹いたからどれだけの鈴が動いてどれほどの何本音が出すっていうかねそんなようなことがあるわ。そしてねこれはここでもいつか話したことあるけど弁山さんのね師匠の尊王収益っていう尊王収益老人尊王収益って佐喜老師の言われた徳川前の孫悟悟をそのまんま名前にしたような人です。その孫する沖縄損する沖縄に仏法としての修士が益するっていうのね尊王収益老人っていうこの人に弁山さんはそのこの尊王収益老人に就いたんですね。でその尊王収益老人についていろいろの尊王収益老人がいろいろなことを言われたのをその、
まとめたのが検問法影記ってね、道元禅師が如上禅師のことあれした書かれたの法教記っていうので書かれたけど、それと同じように検問法影記、法影年間に書いたから、この検問法影記にねこういう話が出てくるね。ちょうど面山さんと尊王収益老人と、それから坂慶さんね、有名な坂慶禅師、坂慶さんと同時代の人です。だけどまあ2人は会ったことないらしい。である時坂慶さんとこから雲水がやってきた。それで尊王老人が坂慶さんはどういうことを言うかねって言ってその雲水に聞いたんですね。こうしたら不肖の仏心って言う。で不肖の仏心、その不肖の仏心ってどういうんだって。そしたらこうして話を、私の話を聞いてる間でもスズメがチュンチュンって鳴いてる、犬がワンワンって吠えてる、カラスがカーカーって鳴いてる、そういうのは自然に耳に入ってくるだろう。それがそのまんまその不肖の仏心って言われまして、そう言ったんだね。そしたらば尊王老人がね、それは寿運の分際だって。寿運っていうのはこれですね、寿運っていうのは四季寿相行式って五運のうちの一つですね。要するに受け取るんだ、耳に入ってくる、感覚的に耳に入ってきたの、これは寿運です。でそれはスズメがチュンチュン、カラスがカーカー、犬がワンワンって鳴いてるのが自然に耳に入ってくる、それがね不肖の仏心なら、不肖の仏心っていうのは単なる寿運の分際でしかない。しかし坂慶さんはそんなことを言われてんじゃないだろうって言われた話が天文法益に出てるね。これまさしくそうなの。法案難しいところです。そのスズメがチュンチュン、カラスがカーカー、犬がワンワンって言ってそのまんま聞いてるって言ってね、これは悪いわけじゃないけど、それの聞き方であれしたら単なる寿運だ。それは感覚近くの問題。それでそんなことを言ってるわけじゃない。これが年期でしょ、この一つの、これみんな年期ですよ。この風が鳴ってる、そうすると A の人は A の人なりに年期する、それから B の人は B の人なりに年期する、 C は C の人なりに年期する。これでその年期が死んだと思ったら、心だと思ったら、これはもう全く見当が外れてる。そうじゃないね、結局大切なのはね、これぐるみ、主観的実在と、主観的我と客観的実在とってね、それの分かれる以前のこれが真なんです。これが不肖の仏心で、それは事実体験してるのはこれがまたここがややこしいとこだね。そういう主観と客観とね、事実ひっくるめてそれぐるみ体験してる、生きてるのは事実私が生きてんだね。だからこれ自己とも言うね。
この事故とこの事故と別物じゃないんだから、個人画としてのね事故と、それからそのそれぐるみ、主観と客観それぐるみを体験している事故とっていうのは別物じゃないでしょ。そしてね、こういうだから道元禅師の教えは結局この事故が事故になるっていうことですね。事故がこの事故が事故切りの事故っていう、この事故はだからまた事故人無人、事故人無人海事だ、事故人無人海事の事故でしょ。刻々に全世界を私は生きてるんだ、そういう事故ですね。でそういう事故が事故になるっていうことが自由三昧っていうのはね、で道元禅師の座禅の大切なとこはその自由三昧でしょ。ところがその事故っていう、この事故の場合は他に対する事故じゃないもん。そうするともう事故とは呼べない。それで事故切りの事故って言ってあれした挙句は陰謀ってあるいは仏性とかね、その別の言葉になっちゃう、事故ってものはなくなっちゃう。で義と他と分かれる以前だ、この場合はね。これ事故っていうと私がいつも言うように、この本当はこの事故はこれは一家のお父さんだとする。ところがこれは子供の、お父ちゃんだもんだから、そのお母さんがお父さんのことお父さんお父さんってね言うけれど、その本当はお母さんのお父さんじゃないんだっていうことね、いつも言いますがね。結局ただこの名前、同じ事故が直接的に生命の実物を直接的に生きてるのはこの今の私が生きてるんだから、だから事故とは言うけれど、その事故は他に対する事故じゃないから事故とも呼べない。それで陰謀であり仏性でありね、その一心であり万法であり、まあいろいろみんな一つのこと言ってるんですね。だからね、仏教の話はこれこうなってくるとね、図にちょっと書けなくなるんだね。それでちょっと話は難しいんですね。普通に考えてるのは図に書けるような平面的な話ばっかり。ところが仏法の話はそういう、平面には書けない深さの話になって、そしてそういう深いところにで修行するっていう話だから、いよいよ、話が分かりにくくなる。まあこれはだから本当にずっとこう慣れて、そしてなるほどそうだって、これみんな事故の実物生きてるのは間違いないんですよ。みんなね、みんな実物生きてんだけれど、だけどみんな同時に概念的な癖がつけられて、こういうあれが客観的なものが事実あるんだとこう思ってる、そう思い込んじゃってるから話間違う。そういう客観的なものは以前の話ね、客観ぐるみだから、そういう一心、その生命の実物生きてたからって言って科学概念を否定 しなくちゃなんないっていうんじゃない。科学概念それぐるみです。その科学概念も事実、事故が
生命体現してそこに繰り広がってる世界なんだからね。ちょっと難しいけどここまで言わないと話はまとまらしないからね。でだからこれそういうあれをこのとこをこの直接的に生命の実物を生きてる、それは二つに分かれる以前だから愚弱情中で共に弱情だ。風はただ風が鳴ってる、風が吹いてる、鈴はただ鈴が鳴ってる。だからそれをそれに対して今ただ、いわゆる主観的なね感覚性ばっかりのことを考えてた、いわゆる十の分際として受け取っちゃったらこれあの邪気ですね。これはこれ邪気だ。万景禅師の話もその雲水は単なるそういう感覚的雑多の話として受け取ってる。それだからダメだっちゅうのね。だけどさすが尊王老人、万景さんがそんなこと言ってるはずはないって言われてるね。少子の力を得ざるによりて格のごとし、例えば絵種林言の論事の尺のごとし。絵種林言というのはね陸学尺っていう仏教の論理学の中に陸学尺っていう、それは絵種尺林言尺っていうのがその中に入ってくる。絵種尺っていうのはね山の近くにある山の中にあるそのうちを山がっていうでしょ、それから水の近辺にあるその、ま、村を水郷っていうじゃない。つまり絵種尺っていうのはそれの主人公である山の名前とって山がっていう、から水郷っていうのは川の近くにあるから水郷っていうね、そういうのは林言尺で、それはねそのものズバリを言わないでただ近所近辺のことを言ってるだけだということですね。格のごとくなるは仏道の厳格にあらず、しかあるを仏道の適しに学しきたれるには無常菩提正法現像、これを弱情といい無為といい三昧といいだらにという、その無常菩提というのはこの上ないこの生命の実物だ。正法無常菩提正法現像、これを弱情っていう、これは二つに分かれる以前だからね弱情です。それから無意、意はなすっていうね、今時は有意の青年っていうといかにもいい方だけど、仏教じゃ無意っていうと作り事をしてるっていうことでいいことじゃない。それで無意っていうのは、それは造作しないっていうこと、作り事しない。そうすると作り事をしなきゃ小獣異滅の天変がないと言うんです。で三昧といい、三昧は当時等しく保つというのはあらゆるこれ生命の実物としてこれがいろいろに変化もし動きもするでしょ、それをただ生命の実物というその地盤で見てる限りね愚弱情だ。それで
それが当時です。等しく見てる。前にも話したことあるけど、そのガラスのコップに、こういうこの色のついたコップじゃあれだけど、その、まあ、透明なコップに紅茶のティーバッグを入れて、そして熱湯を、これも熱湯じゃないとダメだね、ちょっとお湯が冷めてるとこの半分ぐらいしかしない、その熱湯を入れるとそれがもう こういうふうにあるでしょ。でこう水が、あ、お湯が入れてこのところにティーバッグ入れてると、こっからムラ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 、このたくさん紅茶が出てくる。これ動いてんだね、こんな中じゃ、こんな中じゃ動いてるけれど、しかしながらこれそのものとしちゃ動いていない、もう如来如故だからそれでもって、で結局我々の見てる世界はね、私思うのに これを一つの こういうコップをですね、一つこう光線を通して、そしてこっちに何ていう膜を置いて、あれするとこれだけがこう動いてるじゃない。そうすると これだけ見てりゃ本当に動いてると思う。だけどこの影だけ見てりゃ動いてるけれど、本物っていうのは全く動かないところに動いてるっていうね、それを等しく見てる、それが当時ですね。で三昧だ。今座禅してるっていう時、本当に座禅してるって言っても、世の中は相変わらず動いてる。それでも座禅してるっていうところじゃ全く、動いていない、じーっとしてるんだから。で三昧といい、だらにという、だらにっていうのは掃除っていうね、全てを保つっていう意味ですね。結局まあ同じことだ。道理は一方わずかに、弱情なれば万方ともに弱情なり。要するに紅茶のティーバッグでお湯の中にムラムラで紅茶が出ていっても、それで波が立つわけじゃない、その出入りがない。でそういう出入りのないのがその弱情です。風水弱情なれば黎明弱情なり、このゆえに無弱情というなりと。しかしこの愚弱情っていうの、そんなに素晴らしい言葉かもしれないけど、それ今の我々の生活として一体どういうことなの、どういう役に立つんですか。坊さんって暇なんですねって言いたくないんじゃない、結局ね。しかしこれでね、大切なのはこの愚弱情っていうのをよく味わうと、これ我々生きていく一番大切なことだと思う。例えばですね、いや今世の中あれだと、まあこの間亡くなった大西良恵上人でもその平和運動やって一生あれしたっていうけどね、平和運動も結構ですよ。だけど平和運動をたくさんこれやってる人の中にはね、平和運動でもって一旗あげようって思ってるやつもいるんだ。それで平和運動であわよくばこの一旗あげて、それで自分の何て言うか名声もそれからそのまあ平和運動が流行ってくりゃね、平和運動やってるっていうんで名声上がるじゃない。そしてあわよくば一つの財産もできちゃうって人間じゃさね、恨めしい存在ですよ。平和運動をやってるからもう平和な人かと思ってると、そうとは限らない。その平和運動をやっていて、そういう甚だ波へ立たせるやつが多いんだから、それをね
私がだから言うんだ、平和運動をやってる人、あるいはあの人は聖人君子だ、悪いことするはずはないってね、そう思ってるのは善男善女その私はそういう善男善女相手の話はしていないんだ。もう悪男悪女の話悪男悪女っていうのはね、世の中立体構造、要するにいかにもこう拝まれありがたそうに拝まれるようにありがたそうな格好した坊さんもいないわけじゃないもの。ほんとは拝んでる、しかしながら裏でどんなことしてるのかってね、ちょっとこう袖の下めくってみるっていう、そういうのが悪な悪の。そしてその袖の下ぐるみそのあれしてるっていうんじゃなくちゃ、これからの宗教にならないと私は思う。善男善女ね、ただ弘法大師のなんていう、まあ今盛んにあれしてるけど、弘法大師の800年だかなんかで立派なあれ曼荼羅とかなんか、まああれもうね結構には違いないけど、あれは金か金のかかるやつはね、どうせ本当の宗教じゃないっていうのは私は思う。本当の宗教は全く金のかかるべきでない。そのどんな貧しい人でも自分がね本当に生きるっていう気持ち持ったら、その本当に味わえば味わえるっていうようなね、そういう宗教を愛しなくちゃいけないんだと私は思うんですね。で世の中は本当に複雑なんです。複雑な世の中だから平和運動っていうのも結構だけれど、世の中ほん私にはズバリ言わせれば世の中平和にはなりませんよ。絶対ならない。というのはあなた方のうちの一家の中見てよ一家の中でも親子夫婦いつもなんだかんだっていさかいやってんだし、隣の隣人ともね、それから職場でも、いや職場でも勤めている人があれして何がつらいって、仕事はいいんだけれど人間関係が一番つらいですよっていうのはみんなじゃないですか。その点で、ね、人間がこうあって生きてる限り、こう生存してる限りどっかでいさかいがある、それでもって生存競争してることは事実だ。それ抵抗なしであればいいっていうもんじゃないと思う。例えば横浜のルンペンっていうのもね、抵抗しないんから面白いって言ってそれで中学生に蹴られたりなんかして殺されちゃってる。やっぱりあれは小畑池のアヒルと同じだなと思って、小畑池のアヒルがですね、あれ3羽か4羽入れると野犬に見つけられたらいっぺんに捕らえちゃう。この頃9羽いるもんだから、それで野犬の方も数でいくとあれ、手出さないらしい。ちょうどあれ中学生と同じだあれルンペンがまとまっているところには中学生行かない、一人のところがだけだ。この点ね、やっぱり生きてる限りのそういう知恵も働かなきゃね。俺は無力だと思ったらみんなと一緒にいなくちゃそして抵抗しなきゃ面白いっていうんじゃ困るから、いくぼは抵抗しなきゃそれで抵抗してですね、どうせね縄張り争いっていうの、人類は昭和家庭、それから、町の中、あるいは職場、あるいは国、あるいは国際、いずれのとこでもだ、絶対に平和になりっこないと思う。ただそれをね
だからって言って俺の気に食わないやつ殲滅すりゃいいってもんじゃないと思うんです。以前あった時に スティーブさんっていうのがいた。あれちょうど遊びに来た時に私が庭へ出て、あ、これこんなに虫が食ってるって言って、ツージにね、ツージってやつは甘いのかとっても妙な虫がつく、ほいでスティーブに見せたんですね。そしたらスティーブさん、あ、薬かけなきゃってすぐ言ったね。ほいで、あ、やっぱりアメリカ人の発想と日本人の発想とちょっと違うなと。私は手で取ろうと思った。それに対してアメリカ人はもう、疑いなしに薬かけて殲滅するっていうあれですね。発想がちょっと違う。これ本当は殲滅していいもんじゃないと思うんだ。例えば今私のところの農家にね、境内に、いろんな今鳥が来てますよ。最近メジロってやつはちっちゃな声なんだけどとっても華やかにね、ヒリヒリ鳴いて、あれも初めいい声だなと思ったけれど、そのうちの日に 何回でもこう大騒ぎしてやってくるの。そしてそれを毎日聞いてるの。私はいつも毎日うちにいるんだからそうすると、あ、公害って言いたくなるしかしながらね、それだからって メジロをすぐ殲滅していいもんじゃないと思う。これやっぱりメジロはメジロの縄張りがある、で私は私の縄張りがある、でこれヒヨドリはヒヨドリ、モズはモズね、ヒヨドリも随分うるさいで、ハトも随分うんちするわそれでいろんなことあるけれど、お互い同士ね、これ適当に、これだから今西欽治先生のね、住み分けの思想っていうのね、あれは素晴らしい思想だと思う。あれは東洋的な発想だと思う。これお互い、ネズミはネズミ、それからヒヨドリはヒヨドリ、ハトはハトね、もうイモリはイモリ、ヤモリはヤモリ、私は私、あなたはあなたって、これ適当にこう住み分けてね、それは時々小競り合いは、小競り合いはあるけれど、その辺共に生きよう、共にあれですね、住み分けて生きようという、そういう気分ですね。これが大切なんだと思う。私が島根県の住み上げに行ってた頃、大崎さん、大崎近市っていうね、いいおじいさんだったな、あんないいおじいさん、ビルマ人並みだそのおじいさんの手伝ってあれしてたら、オクラでもって仕事してた。そしたらお米たくさんね散らされて、ネズミに食べられた。それで、あ、ネズミがこんなに、食ってるって、ちょうど戦争中なんだからね、米粒一つでもネズミなんかに食べさせたくないっていう、こっちは心情じゃない、こっちも食べてないんだからそしたら大崎さんがね、いや、ネズミにも縁やらんにゃって言って、ね、島根県のね、言葉だ、ネズミにも縁やらんにゃって言ってた。あれね、私一生忘れない言葉。やっぱりネズミがいる限りはネズミに縁もやっておくっていうね、ゆとりの世界ですね。これがやっぱり住み分けのあれだと思うね。何から何まで俺の思ったようにして全部気に食わないやつは殲滅しちまえって言った、汚いから殺すって、あれもう地獄の世界だ。でそういう点ね、勝者って勝った人間は敗者を
殲滅していいもんじゃない。やっぱり勝ったら、今お相撲さんね、バーンと投げるとテレビで見てるとまたこう助け起こしてるじゃない。あれが本当のその人間的な生き方だと思う。でお互いに積み上げて行くと。でそういうのはね、それの根本なのは愚弱情ですよ。結局私は私なりに弱情だ、病んでる、あとはあなたなりに病んでるって、それが根本だ。そしてだからその全て我々愚弱情って言って鈴は鈴で鳴ってる、風は風吹いてる。そしてしかしながら二つに分かれる以前のところから見てる、これが根本だもんね。でそういう生命の実物を我々生きてんだ、思っても思わなくても信じても信じなくても事実としてそういう生命の実物を生きてんだから、その生命の実物を見失わないようにっていう。でどれほどやって合格、どれほどやったら不合格っていう話じゃないんだ。おのおのその場でその場でそれなりの行動があるべきだと思う。例えば夏私のところに蚊が止まるって言ったなんてね、あぐじゃぐじょって言ってただこう追っ払ってるってね、これがそういうやり方はインド人的やり方だ。やっぱり日本人となると国土が狭いからね気が短い。それでパンって叩いてこんなに血吸ってやがったってあれすると、それでも悪くはないよ。だけど全部蚊全部を殺しちゃってもよくないんじゃない。その辺ゆとりのある気分、本当にこれそういうゆとりっていう世界はね、合格不合格の世界じゃないんだから、あれかこれかっていうんじゃないんだ、あれでもこれでもっていう深さですね。この消防現像の世界はそういう深さの世界なんだね。でだからこの今カヤシャと尊者が共に弱情ないっていうね言ったっていうことはもうこれ素晴らしい世界なんだ。で神明は風明にあらず、神明は霊明にあらず、神明は神明にあらずと同種するない。これ神明も風明も霊明もみんな相手なしだ。相手なしにただ心が鳴ってる、相手なしにただ風が鳴ってる、相手なしにただ鈴が鳴ってる。これみんな相手なしだから卑怯空弱だ。でそういうのを陰文字、神明は神明にあらずと同種するないっていう、本当にね、本当はこの根本、この根本のこれが神明ですよ。この神明はっていうと何、これジーコジウムジンカイジジなんだからね、ジジ国々なんで、もう神明って言っても次の神明じゃないんだ。だから神明は神明じゃない、もうこういう国々の世界がある。それがそう一生懸命修行してそういう風になりたいっていう、それじゃないんだ。そうじゃない、今ここでもって できるだけそれを狙ってやるっていう、繰り返し言うけれど決して合格不合格の世界じゃない。今あなたのそのまんまでいいんだ今あなたのそのまんまでいい、そのまんまからいかにそういう愚弱情の世界を狙って今こう動くかっていうことだ。それが行ってこと。
で新設の陰もなるを求弁せんよりはさらにただ言うべし。これはあの言葉あのちょっと変な言葉だけど、結局ね私今言ったようなそれらは親しい求弁ではあるけど、さらになお言うべしということだ。風明なり霊明なり水明なり明明なりとも言うべし。これもあの自国国のね実物の世界だからね。だから風明は風明だけだ。風明なり霊明なり水明なり明明なりという、もうそこは愚弱状だ。で何ぞ陰文字を憂えん、陰文字を縁と発せば、あの陰文の字を、陰文になるべし、前にね、陰文の字を縁と発せば陰文になるべし、すでにこれ陰文、すでにこれ陰文って、すでにもう実物人ですよ、みんな実物、今我々実物みんな生きてんだ。いいですか。だから何ぞ陰もの字を憂えんっていうのがこの前ありましたね。しかしながら今ここじゃ何ぞ陰もの字を憂えんのゆえに陰もあるにあらず。要するに私が生命の実物生きてるっていうことによって生命の実物なんじゃないんだ。もう一つ超えてみるとね、なんぞ陰もの字に変わらんなるによりて陰もなるない。これ事実ね、生命の実物と変わりなしに生命の実物なんだ我々も。うだからなんとか座禅修行してそういう生命の実物の境界になりましょうって、それが違う。そうじゃない、もうみんな生命の実物生きてる。その生命の実物にただ頂上していくという、澄み清く。